はい、こんにちは、勝又博物館です。さあ、前回のこの動画でですね、デラックスのキングオブアーサーがあるじゃんということで、あれ多分デラックスのキングオブアーサーですね。多分なんかスピーカーが見えてるやつがあったんだって、前回の動画で。で、多分他の周り探しても分割線が入ってないキングオブアーサーってあれしかないから、まあ多分誰かに取られてない限りは、まあ、大丈夫、あれがそうかなと思うのでやっていきたいと思います。1回100円で300円で4回でございます。あ、いい感じ。あのキングオブアーサーを落としたいから後ろにね、そう、本来であれば食玩とガシャポン版だったら、あの後ろにね分割線が入ってて、なおかつサウンドが鳴らないということで、いいね、砂利をね、このねゲームはね救った方がいいっていう、過去にね検証結果が出てますので、あ、いいよいいよ、これいいよ。他にね、多分こういうキングオブアーサーはシールだ、あの自分で貼ってる感じだし、デラックスとか食玩ではないはずなんだけど、基本ねメッキがここにあるってことは、まあガシャポン版だと思うんですよね。よし、いい感じ、いいよ。あ、かぐや姫、かぐや、あー取れちゃった、砂利が欲しいんだよな。あ、いいよ、キングオブアーサー出てきたよ、後ろの方から出てきましたよ、キングオブアーサー。あ、もう300円使い切っちゃった、早いな。まあでもあのキングオブアーサーが真ん中にいてくれて助かりましたね。後ろだと、後ろというかね、横だとね、あ、落ちちゃう落ちちゃう、いいね、押し出し。これがね横でね、キングオブサー横になってくれるとすごいいいんだけどね。あ、いいよいいよ、すごいいいよ、砂利砂利いっぱい、いいよ、すごいいいよ、めっちゃいいよ、あーでも横に流れちゃいそうだな、これね砂利をいっぱい救わないとダメなんですよ。あ、いい、 OKOK、 すごいいい、あ、いいね、落ちるんじゃない、いい感じに落ちてくれたかなこれ。あー流れちゃう、外流れちゃう、ダメ、外に流れちゃダメ、中で止まってて、いいね、ちょっと今動いたもん、砂利砂利、よし、あー外行っちゃうなこれ、きついな、もうどんどん外に、あーほらほらほら見て、ほらあれ、そうなんだよね、だからどうやってあれを救い出そうかねはい、回ってきましたよ。まあ、とりあえず、まあ、あの位置だと多分救えないから、ここら辺でこいつを救っといて前に持ってくるっていう戦法を取りたかったけど、奥行っちゃったな。まあでもこれだいぶね、多分ね前に進んでくれるんですよね。ほんと砂利ゲーなんですよね。ライドブックはねむしろ取っちゃダメ、うん、砂利が運よく噛み合ってくれると本当押すんですよね。てかなんでデラックスのキングオブアーサーあんの、本当に謎じゃない、めちゃめちゃ謎なんだけど。あ、デラックスのキングオブアーサー来た、さあここら辺で行っといて、あーそれじゃないんだよな、ちょっと無理だな、店員さんだなこれは、店員さんを使わないとダメですね、さすがに。うわ、なんか
あそこガタってなったらだいぶチャンスというか。さあ1200円目ですかね。もうデラックスのキングオブアースはどこ行ったん？あ、いた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 。あーしょぼい。どうにかならないもんかね。他にだってないもんな、デラックスみたいな。あ、これいい。動かない。あ、ちょっと動いてるけど。あ、もう100円なくなっちゃった。早っ。入れておかないとね、これ下のあの口が閉まっちゃうので、ぜひやる人はそこ気をつけてください。あー、ライドブック来ちゃったな。乗っかっちゃう。あー、開いた。あ、うわー、崩れたか。カリバーがこんにちはしてますね。あ、いい、こんにちはパーティーンで取れると、これすごくいいんじゃない。これすごい押し出し効果を。あー、ダメか。ダメだね。ちょっと台変えようか。あのデラックスがね。あー、なんか起きないか。うわ、すごい形で取った。うしょー。ちょっとね、もうあっちは無理かなと判断したので、隣の台に来ました。こっちだとね、ペガサスがメッキでやりますね。ただね、ちょっとやっぱね、位置がね、まあ早めに押せば多分あれ取れると思うんで、ちょっと早めに押したいと思います。ここだいぶ早い。これで多分ね、流れてきて、いやー惜しいな、もっと早くてもいいんだ。あ、でも今あれすごいいい位置いったね。次がチャンスだね。うーん、どうしようか。前なんだよな結局これ。うん、前でね、これじわじわ押し出してるんですよね。だ本当は先に多分砂利を取りまくって、デラックスのキングオブアーサーは後で行くのが多分ベストだと思うんですよね。なんでちょっと最初に砂利を確保していきたいと思います。結構ね、このスイートランド5はね、滞空時間が長いんですよね。なんかあっちでの、おお、いい感じ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 。さあ来た、デラックス。ああ、これは救えると思うけど、うわー、ちょっと微妙な位置。これはね、正直微妙なんですよね。いやー、微妙なとこ落ちたな。ちょっと微妙っすね。あ、でもかぐや姫が横になってくれたらすごくいいんだけどな。ドラゴンが落ちてアーサーが残る、そんな形が残りそうですね。ドラゴンはもう、これジャグドラゴンはもう落ちますね完全に。うわ、いいね、いいアタック。どうしよう。うわ、すごいいい感じなんだけどな。これどうしようか。後ろ、前、前。うーん、やっぱ前だよな。でもあのデラックスを救いたいけど、デラックスを救うにはまずね、ここのね、うわー、いい感じ。ここのね、全員をね、落とさないと、ね、すごいいい感じだと思う、これ。ここ砂利がちょっともう救いづらくなってきたら、ここ行っちゃうか。ガイドブック取れちゃうな、これ。あ、落ちた。いい形で落ちてるけど、あれはスライドしちゃう感じかな。
あスライドしちゃうね。横にスラ、横スラしちゃうな、あれ。あ押してる押してる押してる。でもうわ押してるな。あ落ちちゃった黄色。ジャークドラゴン、あ、なんかまた落ちた。あ、いい形で入ったけども取れないか。押してるんだけどね。ついに上段にライドブックがいなくなりますね。あ、押してる押してる、めっちゃいい。あ、猿が入ってきちゃったな。うまい。なんでほんとデラックスがいるんだろうね。あー落ちる落ちる、押してる押してる。あー違ったな、冷静に。あーデラックスのキングオブバスターが。今度は豚がやってまいりましたね。ダメだね、もうさ全部さライドブックさ滑ってっちゃうよね。砂利で運よく噛み合って押してくれればもう多分これ崩壊すると思うんですよね。ちょっとこんにちはしてるんで。デラックスあれしたいとこだけどな。はい、これ砂利大量。オッケー。さあどうなる。あ、デラックスのキングオブアーサーここにいるな。取れやすい位置には来てるけどね。サルトビ忍者だ。か、まあ砂利いっぱいはいいことなんだよな。ちょっと押す形はまだ先か。とりあえず救出するか。ああ流れちゃうな。くわ、なんか開いてますか、これ。開いてますよね。すごい形で落ちたけど、なんかいい形にならない、あれ。あっとジャオドラゴンが来た。ジャークドラゴンか。うわ動いてますね下ね、やっぱりね。キングオブアーサー開いてるやついんな。開いてるとちょっとチャンスかもしれないですね、これ。どう押せない、砂利じゃ押せない、もう積もっちゃっただけ。よいしょ。前はね結構もう意味がないような気がするんで後ろに。これも取りたいけどな。あ、その形で取れたらすごい嬉しい。よし来た。何今の、やば、めっちゃ跳ね返ってデラックスの上に乗っかっちゃったよ。食玩あれガシャポン。デラックス取れ、いけ。いやきついな。あ取った、デラックスっすこれ。ただ取ったはいいけど流れちゃうんですよね。そのまま下にダイレクトインできないかな、これガードないから。ここで行ったら無理、なんかガチャってなんない、ガチャってなんかなんない。うわー3枚取り、何それ、どういうことこれ。うわ激アツ、
激アツだったけど全部流れてしまいますか。どうなる、あれハマってくれない、無理か、そのキングオブアーサーはハマらないか。さあ交通系で払いましょう。もうはい、次これもうここ落ちそうだけどね、一箇所崩れればね、だいぶ崩れる。あ、デラックス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 、あーダメだ、何も取れない、パティン、次に生かしましょうね。どうしよう、奥かな、奥行こう。あー落ちちゃう、あのキングオブアーサー落ちちゃうな。デラックスが回ってきたんでデラックスも狙いますか。ちょっとねだいぶ早めに狙わないとね、これね狙ったところに、ね、行って取れないし、ね、はいバッチリ。あ、これめっちゃいい形じゃない、ほら、あれも、いやーダメだよな、上に行ってもやっぱそうなっちゃうよな、落ちちゃうよな。これめっちゃ、あ、取れた、砂利押さないか。さあデラックス、うわー取れない、いやーダメだ。もうやっぱ開いてるやつちょっと狙った方がいいかな。あ、立ってるやついる。こういうのもねちょっとチャンスなんですけど、2冊取り、2冊取り、何もダメですね。さあ開いてるやつ狙いましょう、ここですね。はい、入ってかない、入ってかない、入ってかない、いや入っていかないか、そっちのキングオブアーサーにすればよかったな。さあだいぶ待ちましたけど、デラックスを過ぎ去ってのこのキングオブアーサー、いや取れるか、いやダメだ、ダメですね、次回かな、押せないか、やっぱ砂利がね。お、いいとこ行ったぞ、あれセンターのめっちゃいいとこ行ったぞ。いけるか、あーダメだ、その下のやつ取っちゃうな、ダメだ、これは後ろだな。うわめっちゃいい、落ちないか、でもそれ。さあもう一丁開いてるやつ狙ってみるか、せい、手前すぎんだ、うわ惜しい、惜しかったな。あ、いいよ、これで後ろから押せたりとかしないかな、後ろ行け、ちょっとダメだね、後ろにね横でね入ってくれたりすると多分押せると思うんですよね。横向きになって取れるやつないかな、これ縦向き、あうわ惜しい、ちょっとデラックスがねなんか狙える位置というかなんていうか微妙なところにあったんで、いやきつい、そう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 、いけいけ、いやーいっちゃった、
悔やって今のは。上のねジャークドラゴンが横になってくれてるんですけども、どういう形で横になるかが大事なんですよね。横に流れない横の形で押してくれるのがあればいいんだけど、もうほんとこれはね結構ね。さあ何取る、本当に動かんね。もう微動だにしなくなった。あーデラックス、うわあ落ちた、片足落ちたぞ。そのまんまなんかで落ちねえかな。あーいい、めっちゃいい、めっちゃいい。外に行かないでそのままそこに落ちてくれればめっちゃいい。うわ落ちねえか、あれ落ちてほしいわ。いやいいよ、砂利動いてるからこれあるよ。あそこにストンってはまってほしいんだよ。いいよ、砂利が動いてる、どんどん。で300円入れとくか。落ちたね。そう、そこにはまってくれればいいんだよ。何にもしない方がいいかな。とりあえずでも救っちゃった、耐えきれなくて砂利を救った。この位置で衝撃が与えられればと思ったけど、下に、ああそれちょっと余計なことしたか、余計なことしたな今のは。これ余計なことしたな、下に多分ね1個入っちゃったんだよね。もうあとちょっとで落ちるっていうところをね余計なことしましたね。落ちる、うわストってねハマって落ちそうなんだよね。ほら、うわ落ちろ、うわ次の一手か、いや落ちるけど、落ちるけど外に落ちちゃいそう。うわーうわー大好機を逃しましたね完全に。もうこんなに出てるのに完全にチャンスを逃した。さあデラックスを救って終わりますか。ちょっともう無理だと思うんで、時間もないんでね、デラックスをここで救って、うわー救えない、うわー奥にやっちゃった、もう最悪、最悪中の最悪ですね。やっちゃったーって感じ。うわーもうダメだ、これはやめましょう、撤退ですね。くー3000円ぐらい使ったけどな、ダメだったな。もうこれ多分落ちないでしょ。うんなー悔しい。